続いてはオノスタパート2のコーナーです。今回はボルボのお車について詳しく勉強していきたいと思います。お話伺うのはボルボカーズ前橋の中里さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。今回はどんなお車をご紹介いただけるんでしょうか。はい、今回ご紹介させていただくお車はニュー XC60 です。はい、この秋 XC60 がマイナーチェンジを経て登場いたしました。エクステリア、インテリアともに様々な変更はございますが、最大の進化は Google 搭載のインフォメイテントシステムになります。なるほど、 Google が搭載された最新のシステムということですが、はい、具体的にはどんな機能になってくるんですか。はい、Google ナビゲーションの検索やアプリケーションなど OK Google と車に話しかけるだけで操作が可能となります。以前のボルボにもボイスコントロール機能はございましたが、さらに操作性能は向上し、話し言葉も対応になりました。また車両に SIM が搭載されることにより、ネット環境へのアクセスも可能となりました。音楽やニュースを聞くことはもちろん、メッセージの送信、互換性のある機器を利用すれば車内から音声操作のみでご自宅の家電を起動させることもできます。なるほど、スマホのように扱えてしまうわけですね。はい、それだけではございません。安全機能はさらに向上し、万が一事故やアクシデントの際には車内のボタン一つでコールセンターへつながるので安心です。オペレーターに状況を伝えるだけで解決策を案内してくれます。ぜひ体験したいという方はどうしたらいいでしょうか。体験してみたい方はぜひご来店ください。また本日ご紹介させていただいた機能はほんの一部となりますので、その他様々な機能を全てを体験いただければと思います。はい、実は私も先ほど体験させていただいたんですが、いろいろなことができて本当に楽しかったです。ぜひ皆さんも体験してみてはいかがでしょうか。ここでご来店いただく皆様にご報告がございます。現在ボルボカーズ前橋は今月18日より改築工事を行っております。2002年4月にオープンした現ショールームは約20年もの間皆様にご愛顧いただきましたが、この度およそ7ヶ月間の工事期間を経て最新のボルボ CI 導入のショールームに生まれ変わることになりました。お車だけではなくショールーム自体も最新になるんですね。はい、詳しい工事期間の営業についてお話しいただけますか。はい、すでに現ショールームは解体作業に取り掛かっておりますので、20日より同じ敷地内にございます富士スバル新米橋店内にて仮店舗営業させていただいております。少々手狭ではございますが、新車・中古車の相談から試乗まで変わらずにご対応できますのでご安心ください。またご来店の際は富士スバル新米橋店を目指していただけると分かりやすいかと思います。なおご来店の際は917号県道側からの従来の出入り口は封鎖されておりますので、南部環状線側の富士スバル新米橋店の出入り口よりお入りください。これからしばらくの間はスバルもボルボも富士スバル新米橋店で見られるということですので、ぜひ皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。さあでは最後に中里さんから視聴者の皆様に向けてメッセージの方をお願いします。はい、工事期間中はご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。リニューアルオープンは2022年6月頃を予定しております。最新のボルボ基準に沿った全く新しいショールームになりますので、ぜひご期待ください。ここまでボルボのお車について中里さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。